東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズの3回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山さん、今日のゲームどのあたりに注目されてますか？そうですね、ジャイアンツは先発投手ですよね。はい、ピンチになっても表情に出さないですから、今日も持ち味を生かしていい投球をしてほしいですね。そうですね。さあどんなピッチングを見せ、きっちり役割をね、果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。初球わずかに外れてボール、打った、レフトに強い打球、伸びていく、どうだ、どうだ、バッターランナーは二塁到達。ベンチの期待に応えました。ワンアウトランナー二塁となりました。うん、ベンチの期待に応えましたね。ナイスバッティングです。ここはうまく引っ張ってツーベースヒットとしています。いや本当にうまく反応しましたよね。さあジャイアンツ勝ち越しのチャンスを迎えています。ここで勝ち越せるか一つの分岐点でしょうね。そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには小林が入っています。これは手が出ないか。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。空振り三振、前にボールを飛ばせません。これが1球目。こういう場面で初球からストライクを入れられるのは自信があるからでしょうね。ああ、そうですか。3球目は何で来るか。キレがありますね。ワンボールツーストライクです。インコースの変化球を見ています。ファウルボール、手が出ません、発進。さあそして打席には桑原が入ります。嫌なバッターが続きますから気を抜けませんね。さあライトに持っていった。さあ勝ち越しのランナーがスタートする。サードランナーがホームに帰ってきました。桑原きっちりと犠牲フライを打ちました。ジャイアンツリードを奪われました。大事な場面だったんですが犠牲フライが出て勝ち越されています。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。西さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか。まあやっぱりチャンスをね、取り戻さないでよく打ち返したと思いますね。本当にそうですよね。だったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。